ようこそ、羊めめチャンネルへ。今日はですね、一人暮らしで必要なアイテムランキング、はい、やっていきたいと思うんですけどね、一人暮らしね、してない方もね、これからするっていう、これからするかもしれない可能性を、秘めてる人たちですから、その一人暮らしをしてない人っていうのは、一人暮らしをしてる人に関しては改めて、その一人暮らしで必要なものが、ランキングで言うと確かにこれだなっていうのをちゃんと理解しできる動画となっております。はい。サイン炊飯器。炊飯器はお米を炊くものですからね。はい。その一人暮らしじゃない人も炊飯器は必要にはなってくるから、一人暮らしで必要なものランキングっていう風な枠組みの中だとちょっと異質ではあるかもしれないですけど、3位炊飯器です。ここあたりに炊飯器の絵を、ここあたり炊飯器です。ここあたりに多分炊飯器があると思います。最初多分ここにあったんですけどね、最初多分ここにあったんですけど、こっちに多分移動してると思います。はい。第2位掃除機です。はい。やっぱ部屋をきれいにするためには掃除機が必要ですから。その一人暮らしをしてない方とかでも、実家の方で掃除機は必須にはなると思うんで、正直その一人暮らしっていう枠組みの中からは、一人暮らしので必要なものっていう枠組みの中からは外れてしまうから、異質かもしれないですけど。はい、そうですね。掃除機ですね。掃除機多分ここに出てると思います。掃除機多分ここに出てると思います。炊飯器、掃除機、炊飯器、こうなってると思います。第1位ハンガーです。はい。第1位はハンガーですね。正直服をかけるためのものではあるんですけど、やっぱりハンガーがないと服をかけられないわけですから、床に落ちてるわけですよ、服が。そうなってくると、床が服まみれになるでしょ？だらしないんですよ。だらしないのは嫌なんで、僕もね、見てる皆さんもそうなんで、はい。ハンガーは多分ここにあると思います。ハンガーここに多分一回出たと思うんですよ。一回出て、で多分あと床にハンガーがいっぱい落ちてる状態かもしれないですね。でやっぱハンガーって、だからハンガーは、服をかけるためのものなのに、その地面にハンガーがいっぱいあると結局だらしない。その服をかけてこそのハンガーなのに、服をかけずにハンガーだけ床に落ちてる場合はそれ何なのって話だし、でその床にハンガーが落ちてるのに服が落ちてないっていうのはどういうこったいっていうことですよ。で僕が考えるにハンガーが服よりも多くある家っていうだけだと思うんですよね。はい。もしよかったらね、その1位、2位、3位、もしよかったら、一人暮らしをこれからされる方はね、参考にしていただいて、で今もう一人暮らしをしてる人がいたら、その人はもう参考にしないでください。